こんにちは、脱力系マクロミチャンネルのやっちゃんです。今回はですね、大豆粉を使ったクッキーというのを紹介します。以前、こねない米粉パンというこちらの動画を見てくださった視聴者さんから、大豆粉を使ったレシピもあると嬉しいですなんてコメントをいただきまして、それからね、約1ヶ月大豆粉でパンを作ったり、クッキーを作ったり、マフィンを作ったりっていろいろ試作してたんですね。で、パンはちょっとまだね、美味しいのが作れてないんですけど、クッキーはめちゃめちゃ美味しいレシピができたので、今回ご紹介したいと思います。小麦粉もバターも卵も砂糖も使わずに、しかもすっごく簡単にできてしまいます。ポリ袋でもね、作れるレシピですので、よかったらぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、健康によくてアレルギーの方も安心して食べていただけるようなヴィーガン対応のお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright.それでは早速生地を作っていきましょう。今回使うのは、大豆ラボさんから出ている大豆の粉、こちらを使って作っていきたいと思います。まず材料をボウルにみんな入れます。大豆の粉、アーモンドプードル、片栗粉、塩ひとつまみ、これをボウルの中でよく混ぜます。今回ね、見えやすいようにボウルを使ってるんですけど、これポリ袋でもできちゃうので、ポリ袋だともうこのボウルもホイッパーも使わないので、洗い物がね、全然出ないので、とってもね、便利です。あっという間にできちゃいます。こんな感じでよく混ざったら、ここに液体の材料を入れていきます。植物油、今回はココナッツオイルを使います。無臭タイプのココナッツオイルですね。ココナッツオイルは結構サクサクとした感じでできるので、美味しくできると思います。でも何かあったら、菜種油でも米油でも何でも大丈夫です。そしてメープルシロップ、ね、メープルシロップがかなり美味しくって、天才糖プラス豆乳で作った時よりも断然ね、美味しくできたのでおすすめですね。これをよく混ぜて、でこんな風にしっとりとまとまってきたら、ラップの上に出します。でそしたらラップでこう形を作って、簡単にね、手でまとまりますので、作りたい大きさに伸ばしていきましょう。今回は3センチとか、そのぐらいの大きさにしようかなと思っています。好みの太さに伸ばせたら、これをカットしていきます。5ミリくらいの厚さにカットしていきましょう。時々角度を変えながら切るといいですね。形がいびつになってるところ少し整えて、オーブンシートの上に並べて170度に予熱したオーブンで焼いていきます。焼き上がりました。大豆のいい香りが漂ってます。完成です。では早速試食してみたいと思います。本当いい香り、大豆のね、甘い香りがしてきています。油結構少なめなんですけど、意外とサクッとしてて、多分ね、大豆粉に油分
が結構含まれてるからだと思うんですよね。全然重たくないんですよ。硬くないし、大豆粉自体に甘さもあるので、糖類がねそんなに入ってるわけじゃないんですけど、かなりねしっかりと甘さもあります。大豆粉とかおこらのクッキーってこうパサパサってイメージあるかと思うんですけど、全然そんなことないです。美味しいです。とは言っても大豆粉ないよっていう方もねいるんじゃないかなと思うんです。これってきな粉じゃ作れないのって思う方もねいるかなと思って、全く同じ分量で大豆粉をきな粉に変えたのでも作ってみました。それがこちらです。大豆で作ったのとほとんどね変わりがないんですよね。で、味はというとですね、硬さと甘みとかはほとんど変わりがなくって、きな粉の方がちょっと口の中でこうのつのつする、でこれ標準語かな、あのきな粉特有のこう水分が足りなくなっちゃうような感じがあります。大豆粉はそういうのはあんまりない。そこだけであんまりね味に変わりはないです。だから大豆粉ないよっていう方はきな粉で作っても全然 OK です。これ本当にビニール袋でカシャカシャっと混ぜて作っていただくと、洗い物もなくてめちゃめちゃ簡単にできますので、よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。